皆様こんにちは。アニメジャパン2019角川ブースへようこそお越しいただきました。ここからのお時間はテレビアニメ化が発表された話題の作品、世界チートマジシャンのメンバーでステージを盛り上げていきたいと思います。さあ、アニメジャパンも終盤ですけど、皆さんまだ元気ありますか？ある人？はい、大丈夫ですね。じゃあ大きな拍手でお迎えていただきたいと思います。西村太一役天崎浩平さん、東凛役高橋理恵さんです。どうぞ拍手。どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。どうも失礼いたします。どうも失礼いたします。はい、どうも。はい、失礼します。はい、よかった。どうも元気なお客さんが揃ってくれました。はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ではお集まりの皆様にご挨拶をしていただきましょう。まずは天崎さん、お願いします。はい、改めまして、西村太一役の天崎浩平です。アイメンタープライズから来ました。今日は頑張りたいと思います。名前だけでも覚えて帰ってください。よろしくお願いします。選挙みたいだね。清き一票。よろしくお願いします。はい、はい、では続いて高橋さん、お願いします。はい、東凛役を担当させていただくことになりました、81プロデュース高橋理恵と申します。高橋理恵です。どうぞよろしくお願いします。あ、温かい声援ありがとうございます。より選挙感が出ましたね。増しましたね、はい、選挙だったら僕負けてますねこれ。そう、そうだね。最初はね、やっぱりそういう感じになっちゃうよね。はい、頑張ります。はい、はい、ということでね、アイムと81から来てくれた2人です。よろしくお願いします。ありがとうございます。間違いない。なんだところで、はい、そうですね、今日はよく眠れるなと思ってると思うんだけど、はい、2人のお仕事はまだあるの。え、もう帰ってもいいんじゃないですか。ダメダメ、はい、ここからはこんなコーナーをやってみたいと思います。題して異世界チートトレーナー。お、よう、調教師ですよ、調教師。いやー、なんちゅうワード。いやー、怖いな。バラエティーコーナーでございます。はい、それには存分に頑張っていただきたいと思います。頑張ります。はい、さあ、ある日何の前触れもなく異世界に飛ばされてしまった太一と凛、はい、そこで特訓をして冒険者を目指すことになる2人なわけですが、もしかしたらですね、天崎さんと高橋さんにもそんな未来が待っているかもしれませんよね。確かに待ってます。待ってるでしょ。はい、そこでここからはいつ異世界に飛ばされてしまっても生き抜いていけるように、私がトレーナーとなって、お二人にはですね、トレーニングの名のもとに基本スペック、すなわちですね、お二人の基本的な能力に関わる対決をしていただきたいと思います。おお、対決なんですね。そう、今ここでまとまってみんな一つになったのに すぐバラバラにする。同じ方向向いてって言ってたのに。すぐ対決させる。そうです、そういうバラエティーコーナーです。ただ今回の作品、はい、チートがすごく大事なファクターになっておりますので、お二人にもそれぞれですね、対決の中で1回ずつチートを使えるように、ちょっと ストリートやめて、ストリートのやつ。チートを使います。はい、はい、でも1回だけなので、今使いたいな、この競技苦手だなって思うときにチート使いますっていうことで自己申告をしてください。なるほど、はい、この対決負けちゃいそうって思った時に使えますから、はい、チート使います。そう軽い感じで言って言って了解です。はい、わかりました。はい、では最初の対決いきたいと思います。最初の対決はこちら、体力トレーニング。体力。これからですね、お二人にはご存知マンポケフリフリ対決をしていただきたいと思います。ご存知なのそれ。ご存知。体力といえばね、マンポケフリフリ対決ですよ。はい、時間は30秒です。30秒間で、どちらがより多くフリフリできたか、それで勝敗を決めていきたいと思いますよ。なるほど。どうですか、お二人は体力に自信ありますか。これ疲れたら客席に回すのなしですか。いやそれはさ、30秒で帰ってこなくなっちゃうから。そうですね。どこにありますかってなっちゃう。そうよ、帰ってこないか。そうよ戻ってこなくなっちゃうわよ。はい、なので頑張って2人にやってもらおうと思うんですけど、はい、どうする、じゃあチートを使う、どっちか。使います。早っ。だってね、体力勝負ってなるとね、ちょっと男の子にはかなわないかなって。こういう時。なるほどね。ちょっと、じゃあいいよいいよ。何何、チートって何。じゃあリエちゃんにチート能力発動。はい、さあリエちゃんに使っていただくチートは最初は100の、計算されてるマンポケ使用可能です。はい、じゃあ天崎くんこっちね。なるほど。はい、じゃあリエちゃんこっちね。おお、確かにこれチートじゃんってなりますね。すごい。すごい、100になってるんですか。あ、なってます。
なってますなってるよ。なってます。急に距離感。なってるなってる。なんか急に離れてた。大丈夫大丈夫。もう対決なんですね。チートだから私。私強いだから。じゃあ行きますよ。はい。まずね、はい、じゃあ時間は30秒でーす。マンボケフリフリ対決スタート。余裕すぎるでしょ。必死とかすごい。頑張ってほら巻き返さないと。はーい。100を巻き返さないと。頑張れ頑張れ山崎くん。うるせえうるせえうるせえ。あーあーもうしんどい腕が。頑張れ。こっちこっち。5秒前。あ届け。5秒前。終了。いやすごい天崎くんの体力消耗がやばいな。いやちょっと髪も綺麗にしていただいたのにいやもう何、ね、一発目でこれですか。じゃあそれぞれカウントを紹介していただこうと思います。いじゃあ天崎くん、何カウントできましたか。8です。 8? あんたでしょ。どうなってんだよ。え嘘でしょ。こっちにもなんかチート使ったでしょ。いやいややってないよ。8にしかならないチート使ったでしょ。下手くそか。ほんと。いや難しいですね。 8? はい。じゃあ私いきますね、はい、じゃあはいリエちゃんお願いします。5047。いやおかしいおかしい。1047ということでこの後はということでじゃないです。5047回で高橋リエちゃんの勝利です。チートそんなことあります。チート最強。チートすごいねやっぱり、うん、これすごいですね。このマンポケすごいですね。いやでも8もすごいよ。ないって8ってこと。どうした8。どうした。いやもうびっくりしました。いや5000って、ちょっと早すぎて見えなかったんじゃない。なるほど、うん、すげえゆっくりに見えてたのあれ早すぎたんですね。そう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 。なるほど。よしじゃあ次の対決いこうか。はい、じゃあ続いての対決はこちら。じゃじゃん。ありがとう。運試しトレーニング。うん。なるほど。しんど。さあ、今回はですね、お二人に、はい、運も大切な能力の一つということで、こちらのボックスに入っている当たりの白いボールを引いていただきたいと思います。ただし、その確率は10分の1です。なるほど。9つ赤いボールが入っていて、うん、それを退けて、見事白のボールをゲットしていただきたいと思います。なるほど。じゃあ、りゅうちゃん、運には自信ありますか？10分の1ですよね。そうだよ、そうだよ。10回にやれば、あ、違うか。でもやりますよ。大丈夫？はい。いけそう？だって正面から見えてるんですもんね。ああ、こういう状態なんですね。あ、皆さんに見えてるんですね。みんなは見えてんだもんね、みんな。ねえ。みんな見えてるから大丈夫。見えてる？なんだ今の。大丈夫です。今魔法かけた。今何したんですか？魔術かけた。嘘だ。すごい。なんだ何したか分からなかった。さすが4大魔術者。やばい。翻弄されている。はい。じゃあリエちゃんから先に、引いていただこうと思います。はい。じゃあ運試しレッツトライ。ちょ、あれなんだ。そういうこと？あれ妖精から指示が出てる。妖精ってあれ今日妖精の皆さん集まってくれたんですか。妖精来て選びました。選んだ。いい。お願いします。なんか確信じゃんもう。いやわかんない、なんか力感じる。いや拍手も意味がわかんない。おーい行きます。はい、はい、白あれ引いちゃった。いやあれチート使ってないのに。すごくない私。すごい私強い、うん、いやチートじゃん。チートか。すごいこれチートか。いやそんなことないよ。いやチートチートっていうか、チートっていうか魔術、魔術師。まあパイセンすげえなって感じです。いや天崎くんはチート使う。いやそら使うでしょ。本当使ってくださいよ。いいよしょうがないな。じゃあ天崎くんにチート能力発動。あっ天崎くんのボックスには当たりの白のボールが30個プラスになります。こりゃいけるでしょう。こういうことですよ。ちょっと、混ぜましょう混ぜましょう。いや何してん何してる。一回混ぜてね。いや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 赤が上に来るようにしてるでしょ。分かってるんですよ。バレちゃったバレちゃったいやでも結構ですよね。だってとはいえよ。そうよ。赤が9個でとはいえ残りだからそうか31個が白ってことですもんね。入ってるよ。これみんなに魔術かけた方がいいじゃない。そうだね、妖精に魔法かけてもいいかもね。
聞こえますか妖精さん僕の声届いてますかあとは分かりますね。よろしくお願いします。じゃあ行きたいと思います。あ、見なきゃ妖精さんの方。オッケー、じゃあ、はい、天崎くんのレッツトライ、はい、いや、なんかあの、違うんですよ。妖精さんの意見が分かれている。妖精さん頑張れ、妖精さん頑張れ、妖精さん、精さんこれじゃあ、どうなってるこれいけるのこれこれではないこれではないこれではない、これではある、これではない、違う、これこれこれでいいですか。まあまあそれでいいかみたいな反応されてる。本当にこれでいいですか。違うよ違うよっていう妖精さんもいるよ。違う妖精さん、あ、バツバツ妖精さん、はい、ありがとうございます。バツの妖精さん、これほう、どう、違う、違うと、ないじゃん、ない、一回も白触ってないってこと。違う、違うと、違う、違うと、残念、残念という声が、あ、いやいやいや、見つかんねこれいやいや、あれどっち、どういうこと、違う、違うという妖精さん、これじゃない、これおお、あ、これはでも確実ですね。じゃあ行きたいと思います。はい、じゃあ行きたいと思います。せーの、やったー！すごい！最初に魔術かけたの私だから。そうか。よく考えた。まだかかってるから。敵の妖精人を僕聞いてましたもんね。そういうことか。姉ちゃんの魔法が残ってた。ちょっとまだ残ってます。効果時間が。いやすごい連携でしたねこれ。優秀すぎるでしょ。見事でしたよね会場が。本当に優秀なんすか。うん、いやもう悔しい。はい、ちょっと待ってまたあんさん。ということで本当に誠に残念ですけれども運試しそして、はい、体力ともに、はい、リエちゃんの勝利です。やったー、はい、ありがとうございます。気持ちいい。異世界で生き残れる可能性が高いのは、はい、高橋リエさんです。おめでとうございます。まあ確かに大事ですよね、はい、いや負けましたよ。どうでした、気分はいかがですか。え、気分ですか。そら良くないですよね。良くはないか、はい、良くはないか。いや、まあ、でも、うん、今日はいい日なんで、はい、そうですね、大丈夫です。まあ、うん、もうリエリーさんがじゃ あのこの現場を引っ張っていただいて、うん、ちょっとその、はい、そういう戦いだったの、はい、僕は後ろであのわちゃわちゃしてるんで。いやいや大丈夫、できますよ、座長ですからね。あ、もう、もう悔しいですよ、ね、まとまった、意見まとまった、はい、はい、大丈夫です、仲良くなりましたよ。ちょっとしたしこりを残しつつ、そうですね、はい、これから2人がですね頑張って作品を引っ張っていきますので皆さん応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上異世界チートトレーナーでした。